はっきりしようぜ。愛されルート A を浴び、迷っている私は泳げないマーメイド。おごめん、大分の高っち親方です。今回はアイドルハロープロジェクトの話題。今回はアンジュルムです。6月23日アンジュルム新曲発売です。イエイ。ということで、3曲ですね。はっきりしようぜ、泳げないマーメイド、愛されルート A は B が発売されます。で、今回ですね、実はこの3曲の、ミュージックビデオも公開されました、ね、アンジュルムの YouTube の公式チャンネルで、リリースされてます。ですので、もう実際ですね、新曲をなんとフルサイズで、しかも映像付きでですね、楽しめるというね、本当にアンジュルムの皆さんありがとうございます。まあ皆さんもぜひ一度そちらをご覧になってください。で、まあそのミュージックビデオをね、見て、もしくはね、フルサイズで曲を聴いて、まあ私なりの簡単な感想をご紹介いたします。まああくまでも一個人のですね、感想です。まあ、少しでもですね、アンジュルムってね、こういう曲出してんだとかですね、このハロプロの良さ、ね、新曲ってどういうものなののね、これ参考になれば幸いという思いで、今回もお伝えいたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではですね、3曲も一気に、そして簡単にですね、まあ、感想をご紹介いたします。1番目、はっきりしようぜ。この曲ご存知の方、どれくらいいらっしゃるでしょうか。実はですね、スターダストレビューさんの、曲なんですね、もともと。今夜だけきっとや、ね、夢伝説、木蓮の涙などでですね、有名ですね。まあ私も実はスタレビ大好きで、この間の大分公演も行きましたし、まあ過去3回ですね、ライブで歌を聴くほど、まあ本当スタレビさん好きです。で、このはっきりしようぜはですね、昨年2020年の秋に、まあ、スターダストレビューがシングル曲としてリリースいたしました。まあこのコロナ禍でですね、こうマスクねかぶって言いたいことも言えないね、そんなね中でこう思い切ってね、はっきりね、物言おうぜ、ね、気持ちもはっきりしようぜという、こう前向きな鼓舞する曲でございます。この曲をなんとこう、アンジュルムがカバーするっていうのを、まあ私聞いたとき、まあ嬉しかったですし、驚きました。先月のジュースジュースがね、ダウンタウンをカバーするということでですね、じゃあこの若い女性アイドルが、このね、男性の曲をこうカバーするとどんな感じになるのか、ものすごくね、こう楽しみにしておりました。で、このアンジュルムバージョンっていうのがですね、これがまたかっこいい、こうビートが効いてるんですね。まあ、スタレビバージョンもビートも効いてるんですが、ベースがね、効いてるって、ただ基本的にはエレキギターな、失礼しました、普通のフォークギターな、ね、アコースティックなんですけれども、アンジュルムはほんとこうダンスに合うような、かっこいい感じに仕上がってますね。まあ、ミュージックビデオはですね、見てざっと見た感想は黒と白というイメージですね。黒い、まあかね、衣装で、ちょっと暗めの衣装、場面がですね、いわゆるかっこいいアンジュルム、ダンスをね、決めねてますね。そして一方、この白いというか明るい場面になると、まあ、そのかっこいいダンスを見ながら運動している、ね、アンジュルム、こういつものね、にぎやかな笑顔のアンジュルムが見られて嬉しいですね。このまあ白くて明るい部分っていうのは、まあ、個人的にはこうビヨンズらしさも感じますね。ゴーウエストとか、ナウナウ人間のね、とか民族衣装の場面などこうね、みんなでわちゃわちゃ楽しく運動してるというところがね、この対比が、面白いですね。本当スタレビー好きの方もね、そしてハローね、オタの方、金の歌がね、どのくらいいらっしゃるか分かりませんけれども、非常に楽しいですね。で、ミュージックビデオでもこう、歌詞がこうね、パパンってこう、挿入されてるんですけれども、これですね、スタレビさんの、ぜひですね、オリジナルのミュージックビデオもご覧ください。これもですね、実は歌詞が入ってて、ある意味にオマージュされてて、こう、リスペクトもね、なんか横文字ばっかしですけれどもね、本当、スタレビさん敬意を払って、こうね、参考にさせていただいてるというのが伺えます。続きまして2曲目、泳げないマーメイドですね。これ私見たとき、最初見たとき、まあ一言、清涼感、これを感じましたね。まあ、個人的にこのアンジュルムというのは、まあどちらかといえばこう、わちゃわちゃした、まあ、ある意味動物園感が強いとかね、カブトムシとかですね、ハシタコリンちゃんがいきなり、全力だとか叫ぶ感じでですね、ほんと、にぎやかワイワイしている、そのアンジュルムが、
なんとこう、ほんと清涼感。こうですね、まあ、まず視覚的、ビジュアル的にですね、こう水と、こう水色の衣装というのがですね、こう、まさに清涼感感じて、爽やかな感じもしますし、こう切ない失恋ソング、そしてこのクリアボイスといいますかね、あの上國料萌ちゃんも武器ですけれども、各メンバーのこの歌声が本当、透明感感じますね。高い歌声で、まあ、エコーもね、聞いてるんですけども、これみんな歌がうまいですね。本当に。で、この曲、まあ、なんていうかね、歌の世界としてはですね、こう、まあ、失恋した女性の、まあ、泳げないマーメイドということで、悲しい歌なんですね。これまた、ジーンとくる、ナンバーです。まあ、私もですね、実は先ほど、まあ、皆さんご存知ですかね、群馬のですね、YouTuber、まあ、ハロウタ、ね、カイディ大好きな、ソルティさんのですね、もうですね、実はこの、泳げないマーメイドのですね、まあ、ミュージックビデオ鑑賞会やってたんですけれども、もう感動してね、涙を流されていたということでですね、本当にこう、ハロウタの心を打つですね、すごい落ち着いたいい曲ですね。個人的にはこう、この曲、まあ、衣装とか、そのね、女性の失恋歌という、まあ、視点からすると、例えば、椿ファクトリーとか、まあ、もしくはジュースジュースもあるのかなという感じもしたんですが、このね、わちゃわちゃ普段している、元気いっぱいなアンジュルムが、この透明感ある、こう、切ない曲を歌うという、このギャップがですね、本当にハロプロの面白いところだなと思います。まあ、ダンスもいいですし、やっぱりこの曲に関しては、本当歌がみんなうまいなっていうところで、本当うっとりしました。さあ、最後ですね、3曲目。愛されルート A or B ですけれども、こちらはですね、このジャズっぽいですね、ジャズの曲なんですけれども、もうまずですね、まあ、前半と後半でちょっとガラッと印象変わるんですが、まあ、前半はかっこいいとかわいいで、後半はこうコミカルというかアンジュルムらしいこう面白さやわちゃわちゃ感も感じますね。はっきりしようぜの時と、まあ、同じようなミュージックビデオ構成で、まあ、こちらも黒と白と言いますか、まあ、セピア色、ダンスのところはセピア色で、明るい場面はこう普段の、まあ、メンバーの様子という、この対比がですね、この曲のミュージックビデオも本当に面白いです。このね、でミュージックビデオは皆さんね、最初ご覧になりましたか？もうね、これコメント、ネット上の反応もすごいんですけれども、まずね、ダンスがすごい、佐々木里香子ちゃんとね、河村のちゃんもね、スタイルがいいで、特にね、リカ子はもうほんとバリッバキのですね、ダンスをするところでね、床に寝転がってですね、ダンスするほどほんとかっこいい。これでね、またね、心惹かれた、うっとりした、キュンとなったね、歌も多いんじゃないでしょうか。ね。ね、で、このダンスの場面ですね、これまた結構引きの映像で撮ってるんですけれども、本当、まあ、ハロプロらしい、このね、バイチのですね、フォーメーションダンスが生きててですね、少しこう俯瞰して上から見る感じで楽しめる。やっぱりこのアンジュルム、ダンスもすごいですから、このダンスのかっこよさ、まず光ってますね。そしてですね、そうしながらも、ところどころでこう、プライベートのね、メンバーが出て、で、後半はこうね、日常にある、こうね、こっちにしようか、どっちにしようかという、ね、この迷う場面ね、がいうところ、結構やっぱ振り返ると日常生活ね、いろんなね、選択ありますね。ラーメンにするか、ね、焼きそばにするか、犬か猫かとかですね。まあ、それも恋愛にもまた通じるところがあるかなというところでですね。まあ、後半は結構面白い、メンバーの個性とかね、ダンスもね、A 肉 B 肉でわちゃわちゃしてる感じがあって、あ、アンジュルムやなというふうにね、私は感じました。まあ、曲もですね、こうジャズっぽい、こうブラスバンドとか金管楽器が入ってるようなかっこいい感じになってますので、本当ダンサブル、ね、動き、ね、ダンスのような感じでですね、楽しめる、曲でなっています。ということで3曲ですね、本当にそれぞれの個性があって、ね、このかっこいいアンジュルムと、あ、うっとりするってアンジュルムと、面白いっていうアンジュルムとですね、本当アンジュルムってね、いろんな側面があって、こう知れば知るほど面白いなというふうに感じました。私もですね、まあ、実際アンジュルム、まあ、少しずつまだ勉強してる段階ではあるんですけれども、こう知れば知るほどすごいポテンシャル持ってる、ね、歌がうまい、ね、ダンスもできて、でお笑いもできる、ね、はっちゃけられる、
このね、いろんな味を持っているっていうのがこのアンジュルムの強さだなというふうに思っています。皆さんもどうぞぜひぜひハロプロ沼にハマってください。ということでですね、まあ私の簡単なあくまでも一個人の感想でございました。まずはですね、3曲ともアンジュルムの YouTube 公式チャンネルでフルサイズミュージックビデオが上がっております。一度ご視聴いただければと思います。まあ、その上でですね、いろいろまずアンジュルムを知って楽しんでいただければというふうに思います。6月23日発売でございますね。1ヶ月ほどですね、いよいよもうね、結構あっという間いきますので、ぜひもしね、このミュージックビデオを見て、そしてまあ僭越ですが私の動画でもし何かこう参考になったとかですね、アンジュルムってやっぱ面白いなっていう風に感じていただいた方はぜひ予約をねお願いいたします。本当こういう、まあ、特にはっきりしようぜなんて、この今のコロナ禍の本当メッセージに沿った今時の曲ですし、ね、そして何よりもこの9期のメンバーが入ってきてですね、新しいまたアンジュルムがねできています。まあ、正直ね、長らくねアンジュルムとか応援されている方はねお気づきでしょうが、まあ一時期アンジュルムもこの卒業者が多くてですね、心配になってたんですね。で、新メンバーがこう入ってきましたけども、もう心配ないですね。このアンジュルム本当強かですよ。アンジュルムしか勝たん、まさにそんな感じです。本当に面白いメンバーも揃って、でいい感じの本当なんていうか、こううっとりするで、気づけばずっと聞いてる、見ている、そんなアンジュルムに皆さんぜひご期待ください。で、私が別に支配人の自分、別に全然アップフロントの関係者はないですけれども、まあ一ねオタとしての、まあ、感想でございました。ということでですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければですね、アンジュルム面白そう、ハロプロいいな、親方ほんとハロプロ好きやねとかもね、感心された方、よろしければ、高評価いいねボタン押していただけると励みになります。そしてですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。おかげさまで1000名ね、一つの目標を達成できました。ただまあこれからもいろんな多くの方と交流がしたいです。ハロプロに関しましてはですね、の動画、予定ではまた近日中にはですね、今度椿ファクトリーの話題ですね、今日ですね、この動画公開している5月のですね26日、椿ファクトリーのセカンドアルバムのセカンドステップが発売された日です。私もはサイン付きのですね、予約 CD 予約してますが、まだ届きません。金曜に届く予定とのことで、それが届きましたらそのですね、椿ファクトリーのセカンドアルバムの紹介を行う予定です。まあ、それ以外にもこう何かあれば積極的にですね、ハロプロの話題もご紹介してまいりますので、引き続きながらね、お付き合いよろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。それではまた。今日も推しのために働く。